はい、皆さんこんにちは、なおです。今回ですね、はい、メテオミッション1弾記念すべきで、最初の使ってみた動画ということでね、はい、こちら、身勝手の極意孫悟空使っていきたいと思います。性能こんな感じです。戦いを制する孫悟空、いやまあ固定とダメージ倍増効果をねどっちも消せるっていうことなんですけど、さあ使い勝手のほどはいかほどか。最初の1戦目なんでここはねもうガチでいきたいと思います。はい、人造エリートでね、はい、ダブル記録回復。あー見た目がすごいよこれ、ブラッドオブサイヤン仕様になってていいね。このシークレットの特別感があっていいですね。でそうこれねキアミサイル162万だったんで、まあここが育成めちゃめちゃ大変なんですけども、まあ人造でいうとそこまで大幅な変更はないからちょっと強くなるイメージなのよ。だからねそんなに焦ってね、まあ極みスタイルに、まあ、しなくてもいいんじゃないかなっていうのは個人的感想です。ただ他のヒーローアバターのね使い手、例えばナメックとか暗黒魔神とかねめちゃめちゃ強化されるんで、まあ、そこら辺はちょっとねやった方がいいかも。でゴッドメテオ効果は貫通なんですけど、これサポーターが貫通だからハーツと全く一緒っていうね。で記録ダメージ無効、記録消費の戦闘力上昇率 1.5 倍、ダメージプラス1000。あこれ勝たなくても1000あかんだ、なかなかいいじゃん。で HP 減れば減るほどこっちの軽減効果が上がりますと、これもなかなか良さそうな感じがする。はい、2キルデッキかな。えぐいね相手、だいぶえぐいデッキきた。さあさあさあこれは耐えないときついなって感じがする。ちょっと待ってね、結構えぐくない相手のデッキ。はい、で新しいバトル仕様、こっちに向かってくるみたいだ。おお、何これ、あ、リモコンかそれ。まさかのリモコン。チャージインパクトをするたびにホットリモコンを充電することができるぞ。チャージインパクト充電。なるほどね。いやこれ2ラウンド先行取れる、無理だよね。あーでもガード下げがいないのか。したら国威の未来戦士でガード上げまくればワンちゃん、ベニカ面がいない。であとはこれの軽減効果とかで2ラウンド目耐えれれば。あーチルドがいいのか。あーてかあれいいんじゃん、レジットブルー。いやだるいだるい、マジだるい。そのデッキ、さあ早くもピンチ、早くもピンチ、先行も取れない。どうしよう、次ガードで力あるよね。したらまあでも全上げしかなくない。でフリーザがいるから死なないんだ、フリーザで死なない。最速は効く、これで段位なしだもん。怖いよねこのゲーム。まあでもこれしかないよねぶっちゃけ、これ以外ないって言っても過言ではない。でエナジー貯めとけばロックオンでさ次カードアクションとか封印できるから、そこで、ね、なんか火力出そうなクーラーとか、ね、あの辺りを止められれば上出来。さあアビリティ発動したね今で、こっちの方が体力高いんで最初に発動してます。はい、この後にガーデン食らいます。ここが辛いのよ、ノンアマのそのデッキねマジで強い。でロックオンモードもう早くも2発撃てるんだけど、待ってね、こいつは倍増消しといた方が良さそうだね。でピッコロはやらない、まあこうかな、こんな感じで。そうで戦闘力の、ね、表記がね変わってるんですよ、こんな感じで。なんかちょっと本当が昔に戻ったような感じで、これはわざとなのかな。あーてかウェジットにロックオンしたけど、あいつそもそも倍増消えてるからあんま意味なかったっすね。で今回で言うとドミグラで結局ダメージ倍増効果が上がっちゃうから、まあこの倍増消してないキャラクターがちょっとうざいね。はい、961、隣がめっちゃ笑ってるっていうね。あー強すぎるマジで、何その火力。倍増全部消えてないってこと、やばいそれは、キモすぎるマジで、キモすぎるそれはマジで。
絶対出るもんね。いやきっつー、今のきっつー。これはあれだ、次のラウンドでウルトラゴッドを使って軽減下がったキャラクターを下げる。うん、チルドとかでやられちゃうもん。なにこれ。いやさっきの終わってんな、エナジーもなかった。俺様の実力を見せてやる。はい、なぜか9位が出てきて、何すんのこれ。2000固定、うわーつらだっけ。あーなんだよそれ、強すぎるだろう。戦闘力半ゲームつくの、バカ強いじゃん。いやいや異常じゃねそれは。でこれさ、エリート連携のところで絶対相手が攻撃外してくるから、はい、こんな感じでね、そうわざとね攻撃食らってくるのよ。まあ次耐えれば、はい、全然ワンチャンあるんで、これはもうこすっちゃっていいです。どうせもう相手押してこないから、はい、一回倒す。でフリーザで復活されて2ラウンド目で先行取られるから 100% ね。そこを絶対に耐えるしかないって感じ。ほらもう絶対に倒すしかないからね、ここは。はい、これはしょうがない、本当にこればっかりはしょうがない。攻撃時はね絶対勝つようになっちゃってるから、このゲーム。一応ポットリモコンが打てるのかな、これね。多分これで発動可能になったはず。でもここで一番刺さるのってなんだろう。まあ戦闘力半減は普通に欲しいね。はい、3万2000ダメージで復活で、次ユニット打っちゃうとピッコロのロックオンがあんまり意味がなくなっちゃう気がするので、多分打てないでしょこれピッコロロックオン。はい、バトスポロードーもうやらずね。おー 50% 経験だった、強い。うわーだるー、マジか。バトスポロードかけてくんの、何にもできんくなった、死んだ。何もできないで、まあ幻の宝探し仕込んだんで、まあこれで一回耐えて様子見。あ、もうこれしかないね。いやーやっぱ強いな、ゴジチルがもう最強すぎる。公式も止められないキャラクターだからね、あいつらは。本当に流星とゴジチル一生止まんないよな、あれマジで強すぎるもん。バカだよあのカードで。経験下がった身勝手出すのは嫌だけど、まあ宝探しと掛け算すれば結構ね、軽減もうモリモリで守れると思うんで、あとはどのバトルエリアに出してくるかなんだけど、3000だと思います。相手もエナジーを貯めたいはずだから、まあ3000エリアかな。いやー厳しくねこれマジで。3000でしょ。あ、分散してくる。おーナイス、よかったよかった。ベジットに刺されば OK。そうだよね、ここで一番怖いのベジットブルーだもんね。であいつの倍増効果を消せるんで、やっぱ強えなベジット。これできなかったら終わってたもん。やっぱ強いゴジットは。はい、 45% の 50%。 これってちなみにさ、永続で上がるんだっけ。あ、待って、え、これやばくない。今気づいたんだけどさ、これまさかの永続で、見て軽減効果が上がるっていう。ほら、え、永続で 20% の 50% ってこと。え、したら全然大丈夫じゃね。まあバーダック狙っとく。はい、これで究極エナジーできないでしょ。そういうこと。え、めっちゃ強いじゃん。なんか身勝手にめちゃめちゃ可能性感じてんだけど今。え、軽減がだってさ、もう永続で上がるってことはこれ、まあ、今の時点で多分 62% ぐらい軽減してると思うんだよね。あー全然食らない。あと何気にさ、赤き仮面のエナジー破壊が効いてるというね。はい、もうこれはどうしようもないでしょ。倍増もないしね。おお素晴らしい、なるほど。あー、ここだけちょっと食らっちゃう。これはダメージ2倍とパワーアップといろいろかかってるから、はい、でも防いでいく。あーいいねいいね、バーダック止めて正解。バーダック止めたの大正解。
チャージが閉まんないけど、うん、これはもらったでしょさすがに。いやいいね、思いのほか経験効果がカチカチで、はい、グッドビスイングやってきても、まあもう追撃多分そんなないから、アバター下げたも大正解だね、軽減探したからね。あ、そうなんだこれ、あ、減れば減るほどだから、まあ確定で 50% 上がるわけではないけど、あの数値で 50% 軽減上がってるっていうのはめっちゃ強いと思うよ。さらに固定ダメージと倍増もね、どっちも消せるから、うまくいけばね、敵全体のさ固定と倍増を消してめちゃめちゃ守れるっていうね。今回は完全に守りの身勝手ですね。あー、デスパッキングで、これで終わりかな。はい、めっちゃかっこいい、身勝手めっちゃかっこいい。いやー大丈夫でしょう。3倍でも、あ、でもちょっとやばいかも。あー、マジか、結構食らってる。嘘だ、勝ってただろ今の。あー、まあまあまあ、ギリギリ今の勝ってたでしょ。あー、かっこいい、身勝手の得意、めっちゃかっこいい。できればここは外したい。押してきていいよお前、ほんと。あー、しゃ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 、ナイスナイスナイス、えらい、最高、君最高。ありがとう、めっちゃありがとうだそれ。そう、これで切りたかったんだよね。いや絶対かっこいいじゃんこんなん。しかもテクニカルもゲットして倒していくというね。はい、いったでしょ、固定が2万ダメージというね。はい、スーパーベジットも安定の強さだったね今回。すごいな、2万だって。いやこれほんと強いよね。あ、すっごいかっこいい。おー、なんか違うね。全然違う、使い回してなかった。究極極意のカメハメハだけど、なんかモーションとか傘ね、めちゃくちゃかっこいいじゃん。いや、これいいわ、マジで。めちゃくちゃかっこいい、6万ダメージ。はい、KO ということでね。見た？今の。知るほどかっこよかったんだけど。まあ、メテオもね、あったし、温存で。で、あれかな、まあ、戦闘力上昇率 1.5 倍は別にアビリティとのシナジーはないけど、まあ、おまけ程度でね、はい、考えていただければと思います。エリート騎団、素晴らしい。イラストもかっこいいし。いいね。あ、でもやっぱこれはまあ弱点でいうとヒットベジータとかのね、まあ、赤木とか軽減を消されるパターンだけど、今みたいに軽減消しなかったらマジで軽減だけでねガンガンに守れるという。で最後身勝手がダメージ4倍だったのに、まあ、9300しか食らってなかったのもね良かったね、うん、ということで、はい、なかなか守りの性能に秀でた、素晴らしいカードと思いました。個人的評価は、ね、かなり高めの、今回はそうだね、身勝手S ランクかな、はい、大体まあ環境最強カードでいうとまあ S ランクぐらいのスペックを秘めてるかなというふうに思いました。ということで、今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。